はい、こんにちは。今回は小さな体格でレジェンドボクサーを倒したボクサーや4階級制覇を達成した偉大なボクサーたちを紹介いたします。ベイビージェイク・マクラーラー。フライ級で世界王者になったジェイコブ・マトラーラは階級をライトフライ級に下げて1995年11月 WBO 世界ライトフライ級王者になりました。南アフリカ人として初の世界2階級制覇を達成したマトラーラは身長が147センチながら手数の多いエネルギッシュなボクシングで相手を追い詰めます。アマチュア経験が豊富な2階級制覇王者のポール・ウェアでさえマトラーラの終わりなき連打で仕留められました。マトラーラは WBO 世界ライトフライ級王座を返上し IBA 世界ライトフライ級王者マイケル・カルバハルに挑戦しました。マイケル・カルバハルはウンベルト・ゴンザレスを KO してライトフライ級を統一した実力者で歴代ライトフライ級で一番のパンチ力を誇る最強王者でした。抜群の破壊力のカルバハルに対し多くのボクサーは打ち合いを回避したのですが、この極端に背が低い2階級王者マトラーラはカルバハルに勇敢に打ち合いを挑んだのでした。劣勢が予想されたマトラーラでしたが、尋常でない手数でカルバハルを圧倒していきました。そしてカルバハルの出血がひどくなった第9ラウンド、ドクターのチェックが入り続行不可能と判断され、小さな南アフリカの英雄が最強王者を破ったのでした。ドワイド・モハメッド・カウイは身長が170センチながら WBC 世界ライトヘビー級王座と WBA 世界クルーザー級王座のタイトルを手にいたしました。 WBA 世界クルーザー級王座の防衛戦では元世界ヘビー級王者レオン・スフィンクスと戦いました。カウイは自分より15センチ大きな相手にプレッシャーをかけ距離を潰し接近戦を挑み、左右のパンチを力強く打ち込みます。元ヘビー級王者が170センチのカウイの圧力と強烈な連打に押され防戦一方になり、豪快な右パンチが炸裂した後、レフリーが試合をストップいたしました。カウイはイベンダー・ホリフィールドに敗れた後、なんとヘビー級に乗り込んできました。しかも
対戦相手は元ヘビー級王者ジョージ・フォアマンでした。1年前に復帰したジョージ・フォアマンは39歳になっておりましたが、10年以上前は歴代ヘビー級の最強パンチの持ち主で、ゾウも倒すと恐れられた王者だったのです。しかしカウイにとってジョージ・フォアマンはあまりにも巨大で強すぎました。無謀な戦士カウイは7ラウンドについに力尽きたのでした。ロンドンオリンピックで金メダルを獲得したパスカル・ペレスはプロデビュー後も勝ち進み、23勝無敗の戦績で1954年11月白井義雄さんから世界フライ級王座を奪取しました。身長は150センチと小柄ながら、再戦では5ラウンドで KO し、また防衛戦では八百田さんなどを KO するなど、パンチ力を持った強い王者で、84勝 57KO、 7敗1引き分けの戦績を残しました。後に4階級にわたって世界王者になったレオ・ガメスは、1988年4月に WBA 世界ミニマム級王者として来日し、横澤健二選手と戦いました。横澤選手は左ストレートを中心に連打を放ちましたが、152センチの王者ガメスはどっしりと構えて迎え撃ち、第2ラウンドに強烈な右ストレートでダウンを奪いました。横澤選手は立ち上がりましたが、ガメスの右アッパーをもらった時、歯が下唇を突き破ったようで、かなりの流血が見られ、大きなダメージが見受けられました。知りません。ガメスはその後階級を上げてユミンユーやキムヨンガンに挑戦しましたが、いずれも失敗し、1993年10月再び来日し、無敗の八代史郎選手と WBA 世界ライトフライ級王座決定戦を行いました。ガメスは簡単に距離を詰め、強いパンチを振るい、八代選手を追い詰めていき、第7ラウンド右カウンターでダウンを奪いました。迎えた第9ラウンド、ガメスは圧力をかけてパンチを振るい、右ストレートでこの試合2度目のダウンを奪いました。八代選手は起き上がりましたが、ガメスが重いパンチを振るう中、セコンドがタオルを投げ入れ、王座決定戦は終焉しました。その後、世界フライ級王座も獲得したガメスは、37歳にもかかわらず、4階級目の世界王座を狙い、2000年10月に、WBA 世界スーパーフライ級王者戸高英樹選手に挑戦しました。戸高選手は試合前に目を負傷し、角度によってはもろが20や30に見える状態で試合を行い、序盤からガメスのパンチを浴び続けました。ガメスの強烈な右アッパーが何発もクリーンヒットし、
戸高選手は顎が折れ、口の中からかなりの出血が見られましたが、ガメスの強打を耐え、前の試合の翌対戦のように逆転の機会を伺っておりました。しかし小さなライオンは逆転の機会を与えず、第7ラウンドに強烈なパンチを放った時、戸高選手は意を決して打ち合いましたが、ガメスの右アッパー左フック、右ストレートがヒットし、戸高選手は力尽きました。